はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、ちょっとこの話題いきたいと思います。まあ、ダクティカル褒めというのが、まあ、結構そのガチャとかについてきたりとか、まあ、今、リミテッドマッチもやってますけれども、特定のエリアクリアしたらもらえるとかね。こういう褒めあるんですけれども、果たして、まあ、使えるのかどうかっていうね。<laughs> そこの、ちょっと疑問が僕自身もあったので、まあ、皆さんも持ってる人いると思うんですよ。実際この褒め使えるんかっていうね。まあ、そこをちょっとね、今日は探っていきたいなと思います。 で、まあ、意外とやってみた感想を先に言うと、まあ、意外と面白い発見はありました。はい。ちなみに。まあ、ちょっと興味深い。ああ、なるほど、みたいな。あ,あこういう、こういう、やっぱ特徴あるんだな、とか。まあ、そういうのは結構分かった気もするので、そこをちょっと今日お伝えできればな、と思います。まあ、このホメね。442F。うん、まあ、特徴的ですよね。まあ、4バックは4バックなんですけど、まあ、2ボランチに、えっ、ー、と、サイドハーフ2人に CF2 人っていうね。 ま、要はトップ下がいないっていうね。うん、ちょっと特殊な褒めだと思うんですけれども。さあ、果たしてね、これは使えるのかどうかっていうね、話を、えー、今から早速中身触れていくんですけれども、まずね、タクティカル褒めの詳細からちょっといきたいと思います。はい、これはさっきの通りでして、うーん、まあ、読み上げますと、高いディフェンスラインで守備ブロックを形成しつつ、まあ、これディフェンダーの話ですよね。はい。 で、攻撃時は、えー、ツートップとサイドハーフによる崩しが鍵となる布人。なるほど。まあ、妥当なこと書いてますね。<laughs> まあ、わかりやすいでしょう。まあ、ディフェンスラインは結構高めだということね、まずね。で、まあ、攻撃の崩しはやっぱサイドハーフと、まあ、CF2 人でどう動くかみたいなところですね。まあ、要は役割分担みたいなのはちゃんとできてる方面かなって感じがするんですが、 意外とね、使ったらね、うん、どうだろう。まあ、この読みや、これを読んだ後に、うん、使ってみたんですけど、僕も。ま、う、あん、まあ、若干思ったところよりとも違うところがあったんですよね。まあ、結構そこが面白い要素かなと思ったんで、そこね、ちょっと気になると思うんで、最後まで聞いていってもらえればなと思います。はい。で、えー、タクティカルね、もう下にあるんですけれども、まあ、あ気になるところは、そうですね。まあ、 まあ EP があるので、クラチャンでもいけるかなって感じがしますね。場合によってはね。で、あとはまあ主要ポジション。まあディフェンダーのディフェンスアップとか、あと DMF、ボランチのスタミナアップとかいいかなって感じがしますね。はい。っていうことで、まあタクティカルの振り分けのおすすめなんですけれども、まあリーグならおすすめはセンターバックと右サイドバックの、うん、ディフェンスに5振りして、まあボランチのスタミナも5振っていいかなって感じがします。これで15がいいんじゃないかなと。 思います。で、クラちゃんなら EP 優先なんで、まあ、EP それぞれと、まあ、センターバックと、えっ、ー、と、右のね、サイドハーフね。で、あと、ディフェンダーの、ディフェンスが、まあ、一番優先度上の中で高いと思うんで、まあ、そこに5振りずつかなって感じがします。はい。じゃあ、こっからちょっと 442F についてお話ししていこうと思うんですけど、試してみて感じたこと、まあ、ポジション別にちょっと行きたいなと思うんですけれども、 ま、これね、トップ下がいないからだと思うんですけれども、要はボランチしか間に噛んでないからだと思うんですが、ディフェンスラインからね、結構直接的な CF の選手のパスがね、目立ちます。ちなみにこれフィードじゃなくてもパス通るし、フィードありとなしで試したんですけど、なしの方が結構いいパス行くんだよな。<laughs> なんでかって言ったら、フィードって結構不安、なんかわかる不安っていう、なんかその、弧を描くようなパス通るじゃないですか。不安みたいな。 まあ、ロングパスみたいな。ないとね、結構鋭いパス飛ぶんだよな <laughs> 特にね、まあ、僕の選手によるかもしれないですけど、使った選手に。特に右、センターバックの右の選手から、えー、CF の右の選手へ直接的なパスが飛ん結構飛んでたんですけど、うん、結構いいパスでしたね。うん。だからこれスティールとかが相手がちょっと弱そうなところとかだと結構刺さるんじゃないかなと思います。 でディフェンス陣はね、さっき説明にあった通り、高いディフェンスラインを形成するというところがあるので、結構裏取られやすいかなって感じがします。433B とかよりは。うん、だから結構守備面がね、ちょっと危ない部分はね、まあ、433B に比べたらあるのかもしれないですね。はい。で、ボランチはね、やっぱ攻守の起点になるポジションですよね。まあ、トップ下がいないということで、結構攻撃の部分もちょっと担わないといけない感じがするんですが、 まあただ、パススキルはなくても、まあ、いけるんかな。まあ、やっぱ守備優先かなって感じがしますね。ただ、まあ、ボールをここで取り切ることができれば、結構カウンターとかにはつながりやすくはなってたんで、まあ、ここ、本当、ボランチが重要かなって感じがしますね。まあ、攻撃でも守備でも。はい。で、あと、サイドミッドフィルダーね。うーん、これもね、キーになるよね、このポジション。この褒めは。 結構ね、ポジショニング、まあ上、上下に結構動くんで、うん。まあインカタ系でもまあ発動面白いと思うし、まあフラスル、アーリー、パス、まあ結構どれでも使えるんじゃないかなと、個人的には思いました。ただね、これね、一つね、注意が必要なところがあってね、まあここには書いてないんですけど、後でちょっと言おうかなと思ったんですが、イメージしてもらうとわかるんですけど、例えば相手がスリートップできた時に、まあウィングの選手がボール受けるじゃないですか。 意外とね、サイドミッドフィルダーが追っちゃうんだよね。追いかけるんですよ。うん。追いかけて降りてくるんですけど、そ結構追いかけがしつ、しつこいというか結構追いかけてくるんで、まあそれに応じて、ね、そのサイドバックの選手はちょっと下がる感じ。イメージとしては。なので結構ね、隙が生まれやすいかなっていう、そこの守備に。うん。要はもう、 まああれですよね。多分左サイドバックの選手からしたら、お追いかけてくれてるのから、ちょっと任したぞ、みたいな感じで <laughs>、当たっていかないんですよね。うん、思ったより積極的に。うん。だそこのね、守備はね、結構、鬼門になると思う。迷うは、フェブレとかがないときついかなっていうところですよね。はい。で、あと CF はね、トップ下がいないんで、結構降りてきます。はい。ボール受けるときに降りてきます。ま、要は CMF ぐらいのところで降りてくる場合もあります。はい。 なので、まあやっぱ長距離のシュートは欲しいかな。まああと、面白いなと思ったのは CF2 人いるんで、片方が降りてくると、片方はまあ、そんな降りてこないんですよ、当然。だから、なんか位置関係的には、とまあ、例えば CF2 人というよりも、まあ、シャドウと CF みたいな位置関係になることも結構あると思うんですよ。だから、まあ、パススキルとか意外と思ってても面白いかもな。エンパスとか、うん、そういうのは持ってても、まあ、使えるかもしれないですね。はい でまあ、フラスルと組むんだったらフラスルとかそういうね、まあ、インカだけ使わないんだったら、まあ、ボレーもいいかな CF はね、うん。って感じがします。はい。じゃあここから 442F のいいところを言っていくんですけれども、まあ、ディフェンスラインからねいい、e、パスが飛びやすいというのはさっき話したんですけどそことか、まあ、ボランチでカットできるとより攻撃につながりやすい要はカウンターねカウンターが結構効きやすい褒めだと思いました。はい でまあ、カウンター向きの攻撃は魅力あると思うんで、まあ DMF の選手のそのボールをダッシュする力というのは結構必要になってくるかな。まあそれによって高い位置でまあ攻撃を仕掛けられるという利点はあるので,で、結構攻撃にもね、繋がりやすい部分はありました。はい。なのでいいと思います。で、まあこれにタクティカル褒めでて守備固くできるんで、まあ今回のタクティカル褒めは結構理にかなっている当たりの部分かなと思っていいと思います。 あとで,で、まあ、一つ言うとしたら CF の選手ね、意外とね、フリーで受けるんですよね。まあ、ポストプレイヤーとか面白いかもね。だからクラチャンで言ったら、まあ、CF2 人いるんですけども、それぞれのポストプレイヤーとか持たせたら結構発動率はいいかもしれないですね。うん。結構フリーなとこで受けてるイメージはありました。はい。43、えー、違ゃ違ゃ、442F ね。442F の注意すべきところとしては、まあ、さっき言ったんですけど、<laughs> 特にまあサイイド見てのチェーシングよねうん、まあ、これやっっぱ大事にななてくるかな、まあ、最近で言ったらフォーカスのマイクマ選手とか、まあ、山中選手とかもそうやったかな、まあ、結構セレッソってそう考えると面白いんですよね選手ね限定ね、まあ、そういう選手がいた方がまあ絶対いいと思います、はい、でも攻撃一辺倒じゃなくて守備、まあのこともちょっと考えないといけないのかなっていうサイドカーフは じゃないと、まあ、さっき言った話の続きする、まあ、続きというか、まあ、復習みたいな話になるんですけれども、要はサイドミッドフィルダーの選手が、まあ、相手のウィングを追いかけて、まあ、そこでボール取れないじゃないですか、スキルないと。まあ、たまになくても取りますけど、そんなたかが知れてるんで、まあ、考えないとしてで、相手がね、フラスル打ちやすいんですよね何やけん、結局そこから崩されるみたいな。でそっからやっぱ ね、あるのは、ま、サイドミットフルダーが、ま、例えばこっちがボール持っててもそこから取られて攻撃に転嫁されて、で、フラスルで裏取られるとかね。そういう流れも多いんですよね。まあ、やけ取られた時の対処もできるように、チェイシングかタックルは欲しいね、せめてね。どっちかは絶対いるかなって感じがします。はい。そこだけ気をつけてください。で、あと 442F が相手に刺さる特徴ね。まあ、さっきもちょっとこれ言いましたけど、まあ、ボランチ CB ともにスティールに難がある相手には、 カバ刺さると思う <laughs> めちゃくちゃ刺さると思います。多分動き的に見たけど、うんあのパス通されたらきついですよ。多分あのディフェンスラインから、まあ、一気にピンチがチャンスになるんで、まあ、あれもカウンターですよね。要はね。センターフォワードに通ってそこから異次元打てたりとかするんで、本当あ,あっという間に点が取れる可能性もあるんで。 まあそういうところは結構利点としていいかな、うん。まああのコメの特徴と言っていいんじゃないでしょうか。うん、ディフェンスラインからもう本当に CF に直接届くようなパス出すっていうね、スキルなくてもね。まあそこは本当に魅力だと思いましたし、まあただここを対処されるとちょっとね、攻撃の目詰まれるんでちょっと厳しいとこあるんでまあそれだけじゃダメなんですけど、まああとはでもまあそういうときは、はい。まあ取られたときはまた取り返して、次はサイド展開してサイドから攻めるとかね。うん。まあ真ん中から 攻めてもいいし、さっき言った CF にエンパスもたしとけば、降りてきた選手がね、もう片方の CF の選手にエンパス出したりとかもあるかもしれないし、いろいろその、うん、組み方によっては結構バリエーション攻撃には出ると思うんで、まあそういうとこは面白みがあるかなと、この方面は思います。はい。まあ特にまあボランチと CB やったら、まあボランチに難があるとね、さっき言ったその CF へのパスが結構通りやすいと思うんで、まあおすすめですね。はい。まあ相手の褒め見て、ちょっと試してみようかなと思う部分には、 はい。そういう人を見つけて試すのが面白いかもしれないですね。リーグとか見てね。お試しでやってみると面白いと思います。はい。ということで、まとめなんですけれども。まあ、やっぱりね、普段試さない褒めを試すとね、まあ、いろ,いろなね、発見があるっていうかね、まあ、その褒め褒めによって、攻撃のやっぱ特徴もあれば、まあ、守備のね、問題点、まあ、いい点も当然見えてくるし、まあ、やっぱ結構勉強になる部分が多いかなと思います。まあ、それがね、 まあ今使ってる自分の方面にも結構生きてきてとか、ああ、こういう攻め方は他の方面あるんだとか、じゃあね、433B にじゃあ戻ってみて、うん、じゃあ逆に 433B の利点がね、そこからまた比べることで見えてきたりもするし、まあどういうセンス使おうかなとか、まあいろいろね、試してみることで幅が広がるということは、まあすごくいいことだと思うんで、皆さんもね、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。まあ個人的に 442F 使ってみた感想はまあ意外と面白いかな。 うん、面白い褒めじゃないかなと思います。まあ人次第では結構生きる褒めになり得るので。まあぜひね、気になる人はちょっと試してみてください。ということで、じゃあ今日の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。これで失礼します。バイバイ。